株式会社インペックス取締役専務執行役員経営企画本部長滝本俊明様より10分でわかるインペックス石油天然ガス事業につきましてご説明いただきますそれでは滝本様よろしくお願いしますインペックスの滝本でございますよろしくお願いいたしますそれでは10分でわかるインペックス今回はですね 石油天然ガス事業当社の屋台骨基盤事業であります石油天然ガス事業についてお話したいと思いますではまずは石油天然ガス開発の事業プロセスについて伺っていこうと思いますはいあの皆さん石油天然ガスがですねどのように探されてどのように作られて運ばれて皆さんのお手元に届くかということに対して非常に興味がおありかなというふうに思いまして、はい、このスライドを用意させていただきました まず世界中で,です、ね、石油天然ガスがどこにあるかということを探す作業から始めていきます、はい、あの,この探す作業の時にの真ん中の写真を見ていただきますと、はい、この大きな船で,です、ね、あの地震の、まあ、波を出してです、ね、地下3 0 0 0ル5 0 0 0ルのところがどうなっているかという調査をしましてそれを数ヶ月コンピューターで解析してですね えー、この大海原の下に天然ガス石油があるかどうかこれも逆作業の一つの,あのテーマです、ねうん、で次に掘るというところなんですが、はい、ちょっとこちらをご覧いただければというふうに思います。はいはい、これがです、ね、あの石油の掘削リグっていうのを先ほど写真でこれからご紹介しますけどもそれの先につけるビットと呼ばれる機械赤い方ですね、はいえー、になります。 いち、まあ、一番先っぽ、まあ、地下5 0 0 0ー近くで使う一番口径の小さいものですけども、まあ、こういうもので,です、ね、地下を掘り進んでいって、えー、まあ石油天然ガスを確かめるとこの先にはですねこの場合はタングステンカーバイトという非常に硬い金属がついてますけどももっと硬い地層を掘るときにはダイヤモンドを使ったりします。えー、でこちらの、えー、白い方を見ていただきますと、はい、これは後でご説明します日本の新潟県のですね 日本最大の天然ガス店の地下4000メーター付近の地層のサンプルを地表まで持ってきたものになります、うん、ここにちょっと黒く見え見えてますけどもはい、はい、これが地層の間の隙間ですのでこのような隙間にですね天然ガスが入っているというようなものを、えー、まあ先ほどのまあ写真のような作業を進めてですねまあ、見つけてくるっていうのが最初の探すホールと と,いうところになりますああすごい小さな隙間にガスが蓄えられてるてことですね,そうですねあの、えー、皆さんなんか地下にプールのようなものがあって、はい、まあそこに石油とか天然ガスがあるんではないかというふうに感じられている方もおられると思うんですけども、えーえー、実際にはですねすごくもう 1mm2mm、えー、あるいはそれ以下の隙間にぎっしりですね石油とか天然ガスが詰まっているというのが実際の姿ということになります。はい えー、この掘削するのがです、ね、その掘るって書いてありますところにこれはあの会場の例ですけども、えー、このような掘削理由を持ってきて地下4 0 0 0メーー5 0 0 0メーーまで、えー、実際に掘ってみてですね石油とか天然ガスが本当にあるのかどうかということを確かめているというような状況です、ね。で実際に見つかりますとじゃあその見つかった、えー、石油天然ガスを開発するためにですね、まあ、3番の「作る」というところで 生産それを、まあ、タンカー、この4番の運ぶのところはこれは LNG のタンカーですけれども、まあ、天然ガスはこういった船で運ばれていくとでは続きまして主な石油・天然ガス分野のプロジェクトについて伺います、はい、5つのコアエリアに現在のところですね、はい、インペックスは投資を集中しております。 日本それから東南アジアこれはインドネシアのアバディ LNG というプロジェクトそれからオーストラリアのイクシス LNG アブダビの海上陸上油田それからヨーロッパのノルウェーの油田ということになります。 まあこの写真見ていただきますとちょっと見づらいんですけれどもノルウェーの石油生産施設の後ろのヘリコプターの後ろの方にですねちょっと何か立っているのがありますけどもこれが海上でですね風力発電で電気を発電してまして海上のプラントで生産プラントで使う電力を再生エネルギーを使っているというようなことをやってですね GHG の排出量を減らす努力というのもしているとそんな状況になります。 では続きましてイクシスの LNG プロジェクトについてさらに細かく伺っていこうと思いますはいエ <laughs> クシスの LNG プロジェクトですけどもこれはオーストラリア北西大陸棚の天然ガスを開発したというプロジェクトです、えー、当社の収益の約7割,7割を稼ぐ事業ということになります左側これはダーウィンの LNG プラントの夜景の写真ですけども 日本の LNG 輸入量の1割を超える量、890万トン年間ですね、生産しております。これ現在ですね、930万トンまで生産できるように施設の改良が進められています。でここからですね、この真ん中の写真にありますような LNG 線でですね、まあ、日本その他の地域に輸出しているということですね。 でこのようなです、ね、大型の LNG プロジェクトを日本の会社がです、ね、オペレーター創業主体としてやるというのはです、ねまあ、初めての経験であって、うん、まあ当社がその最初の会社になっているというふうに言えると思いますインペクスさんが初めて創業海外でこ,これだけの大型の、まあ、890万トンから930万トンの LNG プロジェクトというのは日本の企業としては初めてというふうに言えますね。 はいさてこのプロジェクトなんですけれどもさらに細かく見ていきたいと思います次は施設についてですねかなり大規模ですねそうですね、うん、おっしゃる通りでしてここに2つの施設、はい、え写真がございますけれども左側が沖合の生産処理施設 CPF というふうに呼ばれるものですまあ、この下にですね、えー、あの天然ガスの井戸が10本から20本掘られてまして、えー、そっからの天然ガスをこの施設に集めます ここ水深が2 3 0ー,ーぐらいありますので、うんえー、この2つの施設ともですね海の上に浮かんでいるということで2つもですすね世界最大規模の海上構造物とということになります、うん、左側に書いてありますけども、えー、サッカーコート2面分の大きさを持つ、えーまあ、CPF、まあ、施設が浮かんでいるその隣にですね沖合生産所有 出荷施設 FPSO と呼ばれている、まあ、これ船型の施設なんですけれども、はい、えこれ長さが336メートルありますので、まあ、ちょうど東京タワーと同じぐらいの長さの船というふうにうえ見ていただければといいう,うに思いますそしてこのプロジェクトなんですけれども続いてはガスを運ぶパイプラインなどについて見ていきたいと思います。はい 先ほどですね、まあ、天然ガスの井戸があって二つの大きな施設が浮かんでいてそこで処理された天然ガスがですね890キロのパイプラインを通ってダーウィンというオーストラリアの北部巡州の町に作った施設まで運ばれてきますこの左側の写真はですねその890キロのパイプラインを、まあ、ちょうど敷設しているところの写真ということになります このような船で890キロ、890キロって言いますとこれ世界最長クラスのですね、はい、天然ガスパイプライン海上のですね天然ガスパイプラインということになりましてちょうど東京からですね、えー、北海道に行くぐらいの距離のパイプラインをあのえ流れてきた天然ガスがこのダーウィンの LNG 基地に届きます。 改めてすすすごい距離ででねねそうですね、うん、この工事も、まあ、比較的長い期間かかりまして、はい、でこのダーウィンの LNG 機器についた天然ガスがですねマイナス162度まで冷やされて液体にされます、まあ、天然ガスってご存知の液体ですけども、はいまあ、運ぶのにですねやはり体積がかさばりますので、えー、これを液化冷やして液化しましてですね約600分の1の体積にして、えー、船で運ぶ。はい そして、このプロジェクトの LNG 船について見ていきたいと思います。はいえー、これ、先ほどの,あのダーウィンという町の、ねえー、LNG プラントなんですが、162度まで冷やした液化天然ガスをですね、まあ、この船に、えー、積みますで。この船がですね、えーとえー、オセアニック・ブリーズという船で、当社と川崎船さんで共同運航している船で、主にですね。 日本の新潟県の名越にあります当社のターミナルに持っていくために建造された船ということですね。で、日本で何をやってるかということなんですけど、先ほどオーストラリアのダーウィンにあのいた船がですね、えー、まあ、日本まで運んできて、この右側の写真あの見ていただきますと。同じ船がですね、新潟県の名越港に、えー、着いたというところで、えー、当社のが創業してます名越 LNG 基地に運ばれてきます。 この天然ガス液化天然ガスとです、ね、新潟県でやはり当社が保有しています日本最大のガス田であります南が長岡ガス田ここからのガスと直越の液化天然ガスこれを合わせてです、ね、1500キロに及ぶ基幹パイプラインを通して関東それから新潟、長野、富山など北陸地域 高品質地域を中心にです、ね、工場ですとかあの民間の,そのガス会社さんにです、ね、供給してお客様のもとへ届けているという天然ガス事業のバリューチェーンを形成しているということで海外で天然ガスを生産して採掘して生産してそれを運んで日本に持ってきてパイプラインで売るというその一貫操業ですね、はい、天然ガスのバリューチェーンの一貫操業をやっているっていう会社も 日本の中では非常に珍しい会社というふうに言えるんではないかなというふうにそして日本最大のガス田である、えー、南長岡ガス田なんですけれども国内事業について確認していいいきたいと思います、はい、あのこれがです、ね、新潟県の長岡市というところにあります南長岡ガス田なんですけども、まあ、左側がです、ね、あのこの右側の えー、草機械、草クリグというふうに呼んでますけれども、この、えーまあ、フロアという、まあ、高さ十二三メートルのところにあるところで、まあ、作業しているちょうどですね、えー、天然ガスの井戸を掘っている作業風景というふうになります。右側がですね、まあ、それを草作している草クリグになりますけれども、えー、これ高さが五十メートルぐらいありまして。 えー、1320UE という当社が保有するまあ最も大きい陸上の掘削リグということで、だいたい6100メーターぐらいまで掘削することができるリグです。まあこんなのを使ってですね、あの新潟県で掘削作業を行っている。 いうことになります。はい、いまあ、国内外でプロジェクトを進められています。けれども、今後の展望について伺ってもよろしいでしょうか。はい、あのこちらをご覧ください。まあ、今後新しいプロジェクトがどんなものがあるかということですけれども、これインドネシアで、えー、これから開発します。アバディ lng プロジェクトということになります。まあ、ご覧いただきますと、これ、インドネシアとオーストラリアの国境にあります。天然ガス田でエクシス lng、えー、ガス電に匹敵するですね。大きさを。 すでにもう発見しておりまこれでインドネシア政府とです、ね、あの現在開発について交渉を行ってまして、えー、生産の最初から、ね、CCS と呼ばれる、えーまあ、産出されるあの二酸化炭素をです、ねえー、地下に埋め戻しながら天然ガスを生産すると。 そういうような新しいプロジェクトでこれから詳細設計を始めてです、ね、数年後に最終,投資最終投資決定ができましたら2030年代初頭からです、ね、第2の育種 SLNG プロジェクトとしてこのインドネシアでもです、ね、天然ガスを生産してアジア地域日本を含むアジア地域にです、ね、お届けするということができるんじゃないかなと。 こういう潜在的なですね。これから開発する新しいプロジェクトというのも抱えてますので、えー、まだまだですね。インペックスというのは、あの天然ガス分野でもあの発展するということを考えてます。はい、どんどん事業を拡大していきますね。はい はいあのご覧いただいたようにですねインペックスは日本のエネルギー消費量のですね1割を賄うようなあの石油・天然ガスの開発企業として日本最大規模を誇っております。ぜひね今日のお話にも興味を持っていただいてインペックスを応援していただけるとありがたいと思っております滝本様、石油・天然ガス事業につきましてご説明いただきましてありがとうございました。